でんぷんのりを作ります。お水が 200ml くらいで、小麦粉ですね、今日はね、大さじ1杯入れました。これを混ぜます。ダマができるようなら泡立て器を使ってください。溶けてから火にかけます。火をつけたらかき混ぜてください。だんだん透き通ってきました。ここからは手を休めずにかき混ぜてください。ちょっととろっと湯気も出てきました。はい、こんな風に沸いてきました。これで出来上がりです。火を止めましょう。少し緩めですが、冷めてくるともう少しとろっととろみがついてきます。